宇都宮藩、宇都宮藩は、下野国宇都宮周辺を支配した藩である。藩長は、宇都宮城に置かれた。戦国時代、宇都宮は、下野一宮、宇都宮二良山の神社の新職者であった、藤原北家道県流で、海祖、下野の君の流れを組むとされる、下野宇都宮氏の支配下に置かれていた。宇都宮氏は、関東屋家の一つに数え上げられた名門であり、 鎌倉時代、室町時代には下谷国、上野国、越後国、下佐国、伊予国の守護なども歴任し、一門は大いに栄えた。宇都宮氏は常に中央政府の統治機構としてこの地の治安維持に努めた。室町時代後期、鎌倉府足利市と関東管連上杉氏が構想の末その勢力が弱まった後も、宇都宮氏は日立国の佐竹氏と共に、 関東に台頭した北条氏を建成し、戦国時代には戦国大名に名を連ねるようになった。天正18年、1590年に豊臣秀吉が小田原征伐に乗り出した時、宇都宮国綱は豊臣方として参陣し、秀吉より18万7613国の所領を安堵されて北条方の市場攻略に加わった。7月に、 北条氏直が秀吉に降伏、高野山に追放されて後北条氏は滅亡し、関東、大愚の諸行も秀吉に屈して、天下統一が完成する。文禄元年、1592年、文禄の役に、国綱も参陣した。しかし、慶長2年、1597年、国綱は、秀吉の命令で所領を没収されて、改役となった。理由は、 対抗検知に際して、結果が、秀吉が安堵した18万国では、なくその倍以上という国高佐少によるもの。また当時国綱には、京子がなかったため、重臣の今泉高光が、豊臣御奉行である、浅野長政の三男重を養子に迎えようとしたが、国綱の実定派が後部が反対して、今泉を討ち取ったためお家騒動に発展。 養子話を潰された長政の面目も丸つぶれとなり、長政が秀吉に残訴して、海域に追い込んだとす説がある。国綱は、宇都宮を追放されて、備前の浮北秀家の下に預けられ、慶長の役では名誉挽回と、お家再興のために、朝鮮に都会するも秀吉が、慶長三年、1598年8月18日に、病死したため、最高の道は閉ざされた。 国綱は、慶長十三年、千六百八年に死去。息子の義公は、水戸藩主、徳川頼房の家臣となり、その子孫も水戸藩に仕えた。宇都宮主会役後、国主となったのは、浅野長政であるが、長政は、新たな領主が決まるまでの一時預かりの役割を果たしただけであり、この半年間の間に長政は、宇都宮二ら山の上社の兼業職を、 宇都宮城主兼務することを廃した。半年間の長政の支配を経て、慶長3年、1598年3月、ガモ氏里のこのガモ秀行が18万国で入部した。ガモ氏は、氏里時代に91万9300国の6を得ていたが、氏里が40歳で急死し後を継いだ秀デが13歳と、 幼少だったため東北の鎮守として90万国もの、所領を支配するのは容易ではなく、重心間のいさかいがあって18万国に、憲法された。ただし、秀での母、すなわち織田信長の娘の総王院が美しかった、ため、宇じと没後に、秀吉が、即室にしようとしたが姫が、二になって、定説を守ったことを不愉快に思った、説、秀でが家康の娘。 家康の三女の織り姫、正清院をめとっていた親家康派のため石田、三成が重心官の居酒屋を口実に原宝を実行したとする説もある。秀行は武家屋敷を作り、町人の住まいと明確に区分し、城下への入り口を設けて、板書を置くなどして城下の整備を行い、賀茂氏の故郷である大江日野からやってきた商人を、 雇用商人として、城の北側を相鎌川べりに住まわせ、日野町と名付けて、商業の発展を期した。慶長五年、1600年の関ヶ原の戦いで、上杉景勝を撃つため、徳川秀忠は、宇都宮に入った。その後、秀忠も家康も西に軍を向けて出陣したため、秀行は、上杉景勝の備えと城下の治安維持を命じられ、この際に、 城下の町年寄りが家康に人質を差し出して、威信のないことを示したため、戦後に家康は、宇都宮の町の自死、時代を免除した。慶長6年、1601年8月24日、秀行は、関ヶ原の功績により、合図に60万国を与えられて復帰した。その後、新たな領主が決まるまでは、徳川家の重臣の大河内秀綱、 松平の仏の祖父が4ヶ月間にわたって管理した。宇都宮は、有志以来、北関東の軍事、交通の要衝であったが、徳川家康が没して、日光と将軍が造営され、これが家康の病床所となると、宇都宮城は、将軍が母参するための宿泊地となり、その重要性は著しく高まった。また、家屋国は、古来より地勢が安定しており、 その中心地であった宇都宮には、不代中の不代の家臣が入法した。関ヶ原後の慶長六年、1601年12月、家康の重臣で、娘婿の奥平信政の着子家政が10万国で、宇都宮に入部したことから、宇都宮藩が成立した。家政の母は、家康の長女、亀姫で家政は、家康の外孫にあたる。家政は、 奥大家の生死であったので、無禄だった身の城がいきなり十万国の大名に、取り立てられたのは家康が、北関東の要衝である宇都宮に誰配置するか、悩んでいた際、天海僧城が家康に、家政に賜うべきと主張したのが決め手になったという。しかし無禄だった身がいきなり十万国となったため、家臣団を新たに編成しなければならなくな。 この時にかつて父信政が、長篠の戦いで活躍した際に共に功績を立てて、家康への破滅が許された七族五郎。後に、この区別はなくなり、大臣衆と称される、奥平家重臣の分家を進めて、文部一芸に引い出た老人を多く召し抱えたりした。また家政は、稲忠寺と、幕府役の宇都宮大名神社伝造営の奉行を、務め、 城下町の発展のために市を開催して、家政の官位大から、大前師と呼ばれた。慶長19年、1614年10月から、大阪の陣が始まるも、家政はこの時病床にあり参戦できず、江戸城留守協約を命じられるが、10月10日に38歳の若さで病死した。聖師の潜伏、奥平忠政が11月18日に、家督相続を認められるが、 まだ七歳であった。忠政は、祖,祖父家康が、死の床に着くと、寸府城に見舞いに赴いたことを大いにわれ、陰道や白鳥凧の槍、青い門の蔵を与えられた。家康没後の翌年から彼を祀るために、日光島将軍が造営され、忠政も造営に協力した。元那5年、1619年10月、忠政は1万国を加造されて11万国とされた。 上で、下佐古賀藩へ違法された。理由は、大上のおさえとして、重要な宇都宮藩主には、忠政子と潜伏では幼すぎるためというものあった。奥平忠政に代わって、宇都宮に入部したのは、下津小山藩3万3千国を漁していた、本田正純であり、15万5千国に、大幅加増されての入部であった。正純は父、 本田正信と共に知恵袋、参謀として、家康の側近にハベり初期幕政を牛耳った、防身である。しかし武功は皆無に等しく、そのために、父と同じように武功派と呼ばれる、戦場働きの行進に妬まっていた。その正積が十五万国以上の大身となったため、多くの者は正積を恨んだ。特に潜伏の祖母、すなわち、 秀忠の姉である亀姫こと加納午前は、長篠で大手柄を立てた奥大家より文字派の正澄を大幅加造して、宇都宮に置いたことが大いに不満で、秀忠に抗議している。正澄は、宇都宮藩内の検知を行い、城下町を整備した。また、宇都宮城防備の強化と将軍の日光社さんの便を良くするために、欧州街道を大幅に整備した。また、 幕府の意向に従って、宇都宮藩の藩長、宇都宮城の縄張りを拡張し、さらに改修を加えて、これを近代城郭とした。元那8年、1622年4月、家康の七回帰のため秀忠は、宇都宮城に4月14日に宿泊、七回帰を無事に済ませたが、岐路においては、宇都宮を通らずに、三部屋岩月を通って、江戸に引き返した。 この時老中の井上正成が将軍宿泊御殿を見分している。この秀忠の宇都宮須通りの理由は、加納御前が秀忠に、正積に、不信ありと訴えたためであるらしい。また、加納御前は、奥平家の古川恵法だけでなく、正信が存命中に正積は、当時幕府で、武功派として県勢が高かった大久保忠近を、慶長19年。 1614年に、改役しているが、この、忠だちの着子、忠だ爪の性質が、加納御午前の四条であった。忠だは改役の三年前に創生していたが、この性質との間に、着子昼食がおり、つまり、加納御午前の孫、彼も改役に連座して、処分を受けていたから、加納御午前のまっに対する怒りは頂点に、達していた。またまっも家す、家康、 正信の没後は、江戸に戻って、老中として、惑星の中枢に尚もありも、土井都市勝や坂忠世ら、若い秀忠側,側近らと県政をめぐって、対立、幕閣内で孤立しており、家康時代の県政は徐々に失われつつあった。同年、出羽山形藩の最上み義利氏が、お家騒動を理由に改役が決まったため、正住は城受け渡しの使者として、山形に向かった。 9月6日に正澄は山形に到着し、出は久保田藩の佐竹氏などに城受け渡しの指示を出している。そして9月29日、江戸から高木正嗣と伊丹交渉が山形に来訪し、10月1日に正澄に対して海域と出は百合への入るの佐田を言い渡され。皮肉にもかつてキリシタン弾圧のために京都に赴いていた際に死者がやってきて海域を言い渡された。 大久保忠隆と全く同じ運命をたどったのである。海域の理由に関しては、広島藩の福島正則の海域に関して、宇都宮廃稜問題、宇都宮上武神に関しての三条が罪になったという。その後、正住は更進であることから五万五千国の治療を与えられたが、正住は拒否したため、秀忠は激怒して、出羽対策で千国を与え、 さらに、佐竹義信預かりとなぎでは横手に流された。一連の正澄海域事件を、宇都宮城釣天井事件という。正澄海域後は、小川藩に移されていた、奥平忠政が十一万国で採封した。忠政の時代は四十六年続いたが、その期間に、徳川将軍家の日光社さんが十三回行われた。これは、江戸期で行われた。 将軍家の社参十九回のうちの大半が、忠政まに行われたということであり、その対応に、奥平家は追われて、百姓町人は負担の大きさから生活を、逼迫された。忠政は、漢文八年、1668年2月19日に、病死し、着死の小能が後を継いだ。しかし、ただの死に際して、長神杉浦江門兵衛が巡視。 これが5年前に巡視を禁じた幕府の法令に触れてしまう。また、忠政の二の27日法要で、不祥事、宇都宮公前寺人情事件が起こり、これは後に、江戸三大あだちと呼ばれる、上流里坂のあだちにまで発展することになった。8月に、奥平家は、幕府より、巡視禁制違反の都がから二万国原宝の九万国の上で、出羽山形藩に違法させられた。 小農の後に山形藩から入れ替わりで松平忠宏が15万国で入る。この奥平松平家は奥平家と同族で、忠宏の父、松平忠明は奥平信正と亀姫の4男で家政の実定である。つまり、忠正と忠宏はいとこの関係にあった。忠宏は領内の神殿検知を行ったが、 わずか十三年の支配に終わったため特段する知績はない。天元年、1681年に、道のく白川藩へ移法された。入れ替わりで、本田忠平、中、大イが一万国で入る。忠平は年貢を減税するなど前世を敷いた、ため民から慕われ、わずか四年後の状況二年、1685年に、大和郡山藩へ移法された後も、 宇都宮との両民と交流が続いた。本田忠平の後を上京二年1685年6月22日に奥平ちゃん省が出羽山形藩より九万国で入った。政省は17年前に不祥事で山形に現意法された政の性能は漢文12年1672年に死去の養子実前のである。政サは 欧州街道と日光街道が通る宇都宮は、旅人が多く病人対策のために、元禄2年、1689年に順番医制度を導入して、医師20人を常駐させた。正野は、元禄8年、1695年に28歳の若さで病死。後を継いだ次男正主はわずか2歳の幼少のためも、あり、元禄10年。 1697年2月11日に、丹後宮津藩へ違法となる。入れ替わりで、安倍政国が1万国で入る。しかし13年ほどの支配で法営7年、1710年に、貧乏福山藩へ違法された。安倍政国に代わり越後高田藩より、戸田田重が7万国で入るが、この際に、戸田家の家臣は宇都宮は、雪が少ないことを喜んだと伝わる。 忠だは、第七代将軍、徳川家継時代の聖徳四年、1714年に老中に任命され、第八代将軍、徳川吉宗時代の教法十四年、1729年まで務めた。忠だざに吉宗の日光社さんが行われている。忠だの後は、おいで養子の忠だ忠たの,の弟、忠明の嫡男が継いだ。忠だの後は四男の忠だが継いだ。 忠光は人心が後輩していることを憂い、延長五年、1748年に領内にご協情の趣を出した。これは、領民が守るべき心を支持したものであり、忠光は人心の後輩に対して厳罰で対処せず、心や高校で領民の心を変えることに努めたのである。寛延年、1749年7月23日、田田光は 以前、島原藩へ違法となった。ただつと入れ替わりで、松平忠義が六万六千国で、宇都宮藩に入部する。忠義は二十五歳の若さで、法歴十二年、千七百六十二年に、実定で養子の忠広に家督を譲った。不幸津松平家は、島原藩から、宇都宮藩への引っ越しで、約六万八千五百両の費用がかかって財政が、 困窮していたため、豪商から御用金を借り、家臣の宝給を借り上げて幕府から借用したりもしたが一時、死のぎしかならず、明は元年、1764年に忠広は百姓に増税を申し付けたため、9月12日に、もみすり騒動と称される、農民一揆が起こった。この一揆を、忠広は、反兵300人をもって、武力で鎮圧。一揆の首謀者を逮捕処刑した。 だが、もみすり騒動と同年に大洪水が宇都宮を、襲い、240個が流出して、約300人が死亡。明和3年、1766年6月18日にも、大洪水が襲って230個が流出、118人が死亡した旗は大いに荒れた。このため、忠だ広は、幕府から6千両を借りて、しのごうとしたが、安永2年、1773年3月に、 城下の西にあった鍛冶屋から出火して41丁が被害を受けて1295個が消失。他にも寺院などが被害を受けて合計1813個が消失して45人の死者を出すなど天才続きであった。安永三年、1774年、再び同じように入れ替わる形で島原藩に違法されるが、この際にも引っ越し費用が約4万両かかった。 戸田忠弘が八万国で入ったことで、入れ替わりの激しかった、藩主家は、戸田氏の支配で安定する。忠弘は、かつての宇都宮藩主であった、忠光の実定である。忠光は病弱で、島原に移ってから二十五歳の時に隠居しており、忠弘が、養子になっていたのである。戸田家も引っ越し費用などで、財政は苦しかった。忠宏は、出生欲が強くて、江戸から、 遠隔地であり、長崎財団の役目がある、島原藩主では幕閣になれないので、宇都宮に戻るために、各方面に働きかけ、その費用がかさみ、忠広時代に、戸田家の財政は一気に厳しくなった。宇都宮に戻った忠広はさらに金を使って安永四年、1七7五年に、自社奉行になり、以後大阪城代や京都諸市代を歴任するが、このために、戸田家の財政は、 日の車となり、安永五年、1776年の第十代将軍、徳川家春による日光社さんで財政悪化は白車がかかった。完成十年、1798年、忠だの後を継いだのは、長男の忠だ官であるが、彼は出世や名誉を望まず十三年の在任を平穏に過ごした。文化八年、1811年4月に、 ただし官は隠居し、三男の中延が後を継いだ。中延は全功録を作って、領民の高校の強化を図り、一方で逼迫する財政を再建するため、家臣の給金や給米の削減、貸付金や不知米の前渡しを禁止したため、家臣の生活は苦しくなった。しかし天才が相次ぎ、宇都宮領内の生産も落ち込む中で中延は失意のうちに病に倒れ、 在任十二年で三十四歳の若さで没死した。その後は、実定の忠春が養子となることで藩主となった。この忠春の時代に、本田義之助のあだうちが起こっている。忠春は、自社奉行となり、天保四年、1833年に、総社番に任命された。天保の改革末期の天保十四年、1843年4月には、第十二大将軍。 徳川家吉の日光社産が行われたが、これが徳川将軍家最後の社産となった。高下2年、1845年からは老中となり、安倍正宏と幕政を6年間担当した。ちなみに正宏は、忠春の先風人のおいにあたる。忠春は、正宏と共に、外交政策で苦慮している。忠春の後を継いだ三男の忠明は18歳で、創生。 弟の忠弘が後を継いで幕末の動乱を迎える。幕末期の文久2年、1862年1月、坂下門外の変が起こるが、襲撃者の一人に、河野武さんがいた。河野は、宇都宮の尊上の市である菊池京中や小島、教会らと信仰があり、河野は、返事で死亡したが、この襲撃に、大橋突案の影響力が大きかったことから、宇都宮藩も、 無関係ではなくなった。大橋はただ春が、戸岳と縁のある佐野屋の向こう用であった関係で、昇平した人物で、宇都宮藩でも、尊皇上位を強く説いていた。幕末期も大橋の尊皇上位の影響は根強く、文久元年、1861年8月に、幕府が戸岳に対して、アメリカ公使館の警護を命ずるも拒否したこともある。 しかし過激な尊重派のため大橋の存在は次第に恐れられ、坂下門外直前に幕府により捕獲され、関係者の小島や菊池らも変後に捕獲された。以後、戸田家は不大が異名ながら幕府に睨まれる存在になる。この状況を打開するため、当時江戸にいた宇都宮藩がろ戸田ただは坂下門外の変の前後の処置に奔走するとと,ともに、これから、 後の藩の進む道を求めた。文久2年、1862年5月14日、戸田忠幸は、江戸に出てきた宇都宮藩の有力者で、兼有気に藩の進路について、意見を求めた。なお、県は、大橋のもとで学んだ人物である七日の後、兼有気は、京都の先人、ガ茂君平の記した三領詞をもとに、天皇領を修補したて祀る三領修補事業を提案した。 この案は、幕府への忠誠を尽くし、尊能の大義をも果たす給与の一策として、考えられたものでった。戸田忠之は当初水戸藩の徳川成明が、後期2500年を記念して、三両修法のことを、天保五年、1834年、同十一年、1840年の二度にわたり、進言し、運動を試みたが、幕府の許可がなく失敗しており、これによって、 幕府の疑いの受ける恐れがあるとして難色を示したが、宇都宮藩中で当時有力者だった広田集中が県の発想に賛成して戸田を説得し、宇都宮藩は三両宗保の県白書を幕府に提出し、文久2年1862年8月14日、幕名を受けるに至る。こうして宇都宮藩による文久の治む量が始まった。朝廷では、 大木町山城佐なる以下を山寮御用係に、戸田忠之を山寮奉行に任命した。文久3年、1863年2月21日に、神武天皇陵工事が開始された。戸田家では、当時実力者の県、勇気や戸田忠之らが、山寮、天皇陵修補事業に取り組んだ。そして、忠之は、山寮奉行として活躍。 その功績として、忠行は、慶応2年、1866年3月に、戸田宗家から1万国を分されて、高徳藩を立藩した。源氏元年、1864年、天狗党の乱が起こり4月に、天狗党が宇都宮にやってきた。この時、戸田軍は、日光の守備、三両の家臣派遣などで兵が少なかった。天狗党の藤田小四郎は、 産業奉行などで尊皇が強い戸だけを味方にしようと、したが、中老の権勇気が巧みな交渉を行って、協力を拒否、天狗党の日光三景を認めるという条件で、御臨に処理した。この間、藩主の忠広は財布していたが、主導的役割を果たしたのはすべて剣であった。しかし、戸だけの家臣の中にも尊上派で過激なものが多く、忠広や、剣の制止を振り切って、 天狗党に同調する者がいた。また県も天狗党との関係の権威を受けて五百五面、謹慎に処分された。県が不在になったことで藩内では、意見が全くまとまらなくなり、忠広の意志も空回りして、天狗党の乱を鎮圧することはできず、宇都宮領内を通過させてしまった。宇都宮藩は藩始まって、以来の危機に直面していたが、この中にあって、戸田忠幸は、 三両修補事業に専念し、足掛け四年の歳月を費やして、慶応元年、1865年12月、竣工した。なお、三両修補工事の方針は、包みや堀の破壊を修理し、包み状に柵を巡らし、扉付きの鳥居、五両名の石碑を建てる程度にし、緑りに試験を加えないで、休憩の保存を第一とするものであった。文久三年。 1863年2月21日に、神武天皇陵着工。8月に、天寺陵。9月に、文武陵以下4陵。10月には、開花陵以下5陵。11月には、政務陵以下4陵が着工になった。12月に、神武天皇陵春光。文久4年、1864年正月、神武天皇陵の修復成功により、朝廷から恩賞があり。 戸田忠弘は、十四下に除任され、戸田忠行は五県を配領する。元治三年、1864年3月、前年着工の所領巡行、御堀川領及び潜入寺領着工。同年4月に、生令領、人権領着工。5月に、中愛領以下4領及び、不格差漁着工。6月に、伊徳天皇領以下5領が着工。7月に、 五代五天皇陵以下三両、八月に安寧天皇陵以下十二両、十一月に高齢天皇陵以下八両に着工。着工は、1864年1月の天武天皇陵及び地頭天皇陵合葬を最後に、12月から1895年に3月にかけて竣工した。慶応元年、1865年4月30日に、 機内地方及び丹後地方にある三笹とご仮想書、文骨書109箇所の修補完成を調停に、報告、5月に1両、7月に1両、8月に5両、9月に4両、11月に3両、12月に8両が、竣工し、取り調べ中の14両を除いて、工事は終了した。なお、この工事費用は、分級2年、 1862年10月14日、幕府から三両五周補の憲白の許可と共に五千両が、カ付されたほか、河村伝左衛門から一万五千両を借用したが、不足分は、宇都宮藩が負担したため、藩の財政は逼迫した。戦後、戸田忠弘は、幕府から鎮圧できなかったことの叱責を受けた上、現時二年、 1865年1月には27,855国の憲法、隠居近止と同族の忠だともを養子として5万国で継がせるという沙汰を出した。3月8日には、道のく棚倉藩への違法命令が出されたが、棚倉は幕府が左遷するために藩主を送る地域のためこの頃の戸田家が幕府からよほど睨まれていたことがわかる。折しも、慶応元年。 1865年5月22日、長州征伐のため状況を三大した、将軍、徳川家持に、三両五州保の功により、法師があり、徳川秀忠徳川家光に対しては、信号追贈があった。そこでこの機を捉え、この危機に復帰した県が、大木町三条佐根なるや戸田忠行を経て朝廷に、訴え、朝廷も、三両奉行として貢献するとだけの危機として幕府に、 撤回を求めた。当初、幕府は違法は撤回せずに、忠行に三万国を与えるとしたが、忠行は拒否して、朝廷も再度処置の撤回を求めたため、10月に幕府は違法命令を撤回した。なお、この間に、京都で起こった禁門の変でも、戸岳家臣の広田集中と、岸上博氏が関わり、牧安を臣らと協力して、幕府軍と戦った後に、 天皇山で自陣している。新たな藩主となった戸田忠友は、慶応三年、1867年7月25日に、自社奉行と総者番を兼任する。しかし2ヶ月後に、大政奉還して幕府は滅んだ。母親戦争で忠友は、徳川義信の除名のために上落を目指すも、入京できずに、朝廷から大津で謹慎を命じられる。藩主が謹慎している間、 宇都宮では、打ち壊しが起こった。また、藩主不在のために県が国元で主導権を握り、藩内の意見を統一して、新政府に味方することを表明した。しかし大鳥圭介や新選組の肘方都市らが、率いる、旧幕軍の攻撃を受け、4月に宇都宮城をめぐっての攻防戦が行われた。最終的には物量に勝る、新政府軍が、 旧幕府軍を追悼したが、この際の戦火で、宇都宮城をはじめ、宇都宮二良山の神社など、宇都宮城下の主な建築物は消失してしまった、宇都宮戦争。明治維新後、隠居の忠広が5月に死去。6月には忠友も新政府より、松平光則の息子を養子にして隠居するよう沙汰が出された。しかし県が懸命に嘆願したため、 この沙汰は取り消されている。以後の宇都宮藩は、若い田友とも県と、岡田慎吾の二人が支える体制が取られた。岡田と県は藩を復興させるために諸改革を行うも、明治四年、1871年に、廃藩地県によって、宇都宮藩は廃止され、宇都宮県設置され、さらに明治六年、1873年、栃木県に編入された、詳細は、 宇都宮市の河も参照。宇都宮藩では二度にわたるあだちが起きている。奥、平家、第二期時代の上瑠里坂のあだちと、戸田屋、第二期時代の宇都宮藩合氏による、本田義之助によるあだちであり、両方とも本会を遂げている。ただし前者は、奥平家が山形に違法された後に本会を遂げている。村の行政は、村役人が担っていた。 宇都宮藩では、年貢の厳しさから一家が離散することも珍しくなく、奥平家の統治の際には、年貢の未信により強制労働をさせられたりして、一家が行方不明、死亡など悲惨な例が多かった。また、貨幣経済が農民層にまで浸透すると、農民には原則として禁止されている、小行為、いわゆる農官都政、農官稼ぎ、副業が行われて、 宇都宮では、大屋石の石切りが主行われた。これにより農寒期には自由に石切りが行われ、作物だけでは生活できない農民の生活に大きな助けとなった。ただこの石切りは、かなり潤って、農民の中には、多量で博打に狂じるものまで出て、農業が逆に衰退。とだや、第二期時代には、天才が相次いで農民の暮らしは困窮したという。 宇都宮藩は他藩と比べて豊かだったようで、庶民が生活で社市に走る傾向が見られた。特に、江戸時代後期の天保の改革で領主から庶民に、失素倹約のお達しが出されており、以後も、家営、安静年間に結婚、衣類、旅行、見舞い、贈答品などに対して厳しい統制が敷かれている。 また文政から火影にかけて町屋などで大火を主とした災害で大被害を受けている。日光のある関係から、宇都宮には四十を数える旗子が存在した。なお、幕府は一軒につき二人のいい森城をつけることを認めていたが、宇都宮のみは例外だったのか、天保年間に一軒で十七人のいい森城を抱える旗子もあった。このように人の往来の激しい宇都宮では、 はたは重要な産業として成り立っていた。はたごは盛んな地域のため、それに続いて、七夜、薬種、増酒、呉服、古着屋なども名を連ねて、宇都宮の商業は盛んだった。戸家の時代には、島原から宇都宮の引っ越し費用などで財政が逼迫しており、財政政策の一環として、森林の伐採、銅山急行の採掘、近郊の採掘から、 所領の交換などを幕府に嘆願して、事業の収入増を負ったが、採掘事業などはそもそもそれに費用がかかるために、失敗。所領交換は、戸田忠宏、忠春が、大阪城代、老中と幕閣に就任した際に試みられるも、効果はなかった。また領地が荒廃して農業が衰退していたが、県有機と菊池京中を中心に、日田二百八十長部が開墾された。 宇都宮は日光がある関係から将軍の社産もあり、将軍家の力を誇示するためもあって、特に将軍の宿泊所となる宇都宮での負担は大きかった。将軍宿泊所の集築と新築、行列が通る街道の整備、馬、約30万頭などの調発から、城下の町屋の提供などで、神馬は助ケとして調発されて、宇都宮の財政を大きく負担させた。 また、将軍ではなく、名井が大賛する時には、町民が借り集められて、道路掃除や整備をさせられ、また区役ではないが火を使う仕事の場合は、大所大名の参勤の行列が宇都宮を通過する場合には、休業を制されていた。18万国、10万国、不大、15万五千国、不大、11万国、不大財布、15万国、審判。 11万国、不大、9万国、不大、10万国、不大、6万7千国、7万7千国、不大、6万6千国、不大、7万7千国、不大、明治維新後に、塩屋軍三村、旧、旗本領、河内国式の軍一、村、預かり所であった、旧幕府領、丹北軍三村、動作が加わった。楽しく、ご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。